メディアインサイド、ウクライナ報道、安易な両論兵器は議論損なう。東大専任講師、小泉雄氏に聞くという記事ですね。これは産経新聞の記事になります。はいえー、今回の戦争をめぐるメディアの特徴は、えー、現地の人々がスマートフォンで撮影した映像が SNS やマスメディアを通じて拡散し、悲惨な現状を訴えている点だということですね。まあ、確かに2月の開戦以来、 もう様々な映像が流れていますよね。ただまあ中にはその本物かどうかわからないものもたくさんあるし、はいうん、まあロシア側がプロパガンダで流しているのかなという映像もあるので、取り扱いは注意しなければいけないんですけども。はい、え重要なポイントは敵国民だからといって何をしてもいいわけではないということ。たとえ勝利しても民間人をむごい形で死なせ。 それがメディアで拡散したら大問題になると、戦争の大義が映像の前に成り立たなくなっている現実を指摘すると。その一方で、限界も明らかになったという。情報は武器になると思われていたし、実際に民主体制には情報戦が効く。ところが、今回の相手はロシア、ウクライナ人がどれだけ悲惨さを訴え、国際的な支援を得ても、ロシアの戦争遂行の意思をくじくには至っていない。理論通りなら、 ロシア国内から怒りの声が上がっているはずだが、現実には起きていない。この事実は日本にとって人事ではない。小泉氏は台湾有事に日本が巻き込まれた場合、中国を情報戦で止めることはできないのではと警鐘を鳴らす。中国の戦争をやめさせるために中国人民に訴えかける方法はおそらくえ効果がない。また、仮に日本が有事に見舞われる場合は、ユーラシア大陸で起きたウクライナとは違って、 東シナ海で起きる可能性があり、目撃者はおそらくいない。その時に日本が悪かったということにもされかねない。最終的には日本と中国、両政府の発信力で全てが決まる。メディアの発信力も問われるということです、ね。その通りですね。うん、それは本当、海の上で決まるので、やっぱ中国が嘘つけるわけですから、うんはい、それをどういうふうに日本が。 え、ちゃんとした形でね、世界に拡散していくかまあでもこれ苦手なんですよね、日本のメディアそうですね。いや、もう予言できますけど、中国は嘘をつきます。絶対。その通りですね。はい。これまでも嘘をついてきたし。だって今でもコロナゼロだって言ってますからね。コロナの死者はゼロですとか。で、コロナかかっすら。コロナら嘘ついてるのに、戦争で嘘つかないわけないじゃん。数千人ですって言ってますからね。いや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 、嘘しかついてないだろ、お前ら。 だってあれ、通算の死者が今、5000人みたいな話ですよね。うんうん、はい、そうです。なの、ね、で今、そのイギリスの調査会社とかが言ってるのは、1日当たり5000人死んでんじゃないかっていうことですからね。うんうん、まあそうですよね。だって人口も多いし、うん、で、やっぱ、っ,っていうのもあるので、やっぱ体壊してる人はすごい多いでしょうね。やはい、やばいやばいって食ってますからね。なんで。 なんか、あの、良くない油というか。良くない油。汚い油というか。そうそう、汚い油。地高油ですよ。なので。はい。まあ、今、多少、衛生関連も多少は上がったんじゃないかなと思いますけど、まだ農村部とかね、貧しい地域あるので、そういうところはどうなのか分かんないですよね。やっぱ、この情報戦、違いますから。はい、どこの情報戦、大事なんだけれども、それだけでもどうにもならないっていう。 部分もあってで。はい、で、この小泉さん最後の方に指摘してるのは、はいあの、ウクライナ戦争に関して言えば日本の報道はかなり頑張ってると。うん、えー、教授も感じられる。はい。ということを述べてるんですね。うん。まあ確かにこれは僕も思うところで、まあ、朝日にしても読売にしても、ね、あの、ちゃんと報道してるなというか、そ、はい、うですね。うん。まともな報道を続けているなと思うんですけど、はい、一方改善すべき点として、うん、日本のメディアは安易な両論兵器をしすぎる傾向がある。 とも指摘する、うんはい、意見が偏ってはいけないという考えだと思うが、ウクライナ側の正当な話と、ロシア側の口頭無形な話や、ロシアに都合のいい少数意見を一緒に並べている場合がある、それは両論兵器というより、でたらめな議論になりがちだということですね。確かに。これですよ。だから、あのーえー、と大統領選の時も、日本のメディアはちゃんとバイデンが勝って、はい、 ねうん、トランプが負けてるってちゃんと報道してたんですよ。はい、ネットの一部の、うん、一部のっていうか多くのメディアが、うん、あのネットになるとトランプが勝ってたはずや、みたいな感じで,やってで。っに関西弁に。そうそう。<laughs> なってたんで、だからあれはフェイクニュースを拡散してたっていう形になったんですけど、うん、で、今回のウクライナ戦争でも、やっぱネットの中には、やっぱ、あのー、ウクライナが悪くて、ロシアが、うん やっぱりあの実は勝ってるとかね、うんあの、ウクライナがもう負けてるとか、うん、結構んウクライナ消滅したぐらいに言ってる人もいるし、<laughs> やっぱロシア、ロシアの言い分があるとかね、あ,の、はい、あれだけ攻撃しといて言い分があるもくそもないだろうっていうのはあるんだけども、うん、そういったところとかも乗っかってきて,て、まあその中では、うん、今テレビ自体はそこまでは悪くないんだけど、うん、やっぱその、えー、ロシア側の意見を あのガルージンとかね、あの辺の、うん、意見を、口頭無形の話を、口頭無形の話を、パッと出してしまうと、うん、やっぱ、情弱な人は引っかかってしまうという感じですよね。いや、逆に不思議なのは、なんであん,のあんな話をうの、ん、みにできるのかなっていうことなんですよね。うん、うねあんなね、今、ウクライナに攻め込んでるロシアの。うんはい まあその大使だったりとかの、ね、外務大臣だったりとか、はいうん、プーチンにしてもそうですけど、はい、よくなんかあんなやつらの言うことを鵜呑みにできるなという、不思議でならないですよ。すよねはい、全部ロシア美意気ですからね。いロシア美意ですね。うん、で、ロシアありきだからね、本当に。うんはい、だからなんかロシア美意気すぎて、反米でっていうのが、非常に,に、ね、米は多いですよね。 反米になっちゃってる人はやっぱり、うん、あの陰謀論にはまってる人の中には反米の人は多い大体なんかその日本の保守系メディアというか発信者も、うんうん、なんとなくそういう傾向ありますもんね。うん。そう。は結構進路派でなんか反米だみたいな。まさにそうだと思いますけど。うん。うん。で僕はなんかいろんなものをあれこそい。 確かにね。確かにね。うんえー、BBAG さんもありがとうございます。こんばんは。はいえー、来週はもう新年になっていますね、えー。親戚にお年玉をあげるのが恒例ですが、えー、このね、BBAG さんってね、はい、これ実はアンチなんじゃないかなと思うんですよ。<laughs> そうすこのなんか、カズヤっていうのを絶対 U にするんですよ、この人。<ー>クズヤって書いてあるんですよ、毎回。<laughs> <laughs> だから、なるほど実はその、 あの、なんていうか、味方の振りしたアンチだよ、みたいな感じなんですけど、はい。でも、あの、毎週500円入れてくれるんですよ。あの、ぜひ、あの、間違ってでもいいんで、アンチでもいいんで、500円だけ入れ続けていただきたいなと。それぐらいで別に何とも思わないので、毎週、あの、500円、ぜひ、あの、入れ続けていただきたいなと。はい。はい。思いますね。 で、BBAG さんご予約になります。えっ、ー、と、今まで名前を間違えており申し訳ございません。えー、サジェストでも何も考えず、今まで打ち込んでしまった以後、気をつけます。あ、そういうことだったんですね。<laughs>